またお会いしましたね。大丈夫。心配いりません。きっとうまくいく。一緒にバスケットボールをやりましょう。2022年は東京大会が終わってバスケットへの注目が増えた今、盛り上げていくチャンスだと思っています。強い馬がたくさん集まる有馬記念と同じように、1月末にはオールスターゲームがあるので、 ファンの方々にバスケットの面白さを伝えていけたらいいなと思っています。それでは、先に失礼します。